ゴドフリーネラーによる肖像画に基づく絵画初代ブリストル伯爵、ジョン・ハービーはイギリスの政治家、貴族。サー・アトマス・ハービーとイサベラ名の次男として1665年8月27日に生まれた。1683年6月28日にケンブリッジ大学、クレア・カレッジに入学。1705年に LLD の学位を習得した。 1692年にサフォーク副党官を務めた。1689年に選挙に出馬して敗れた後、1694年3月にベリーセントエドマンズ選挙区で当選して、庶民委員議員になった。最初は文通などで有権者との関係を維持したが、やがてホイック統論を深め、1696年11月には、 第三代順弾シクサージョン・フェンウィックの試験剥奪に賛成票を投じた。1702年にアン・安女王が即位するとトーリー党が政権を握ったが、岐阜の第四代順弾シサートマス・フェルトンの口利きもあり、トーリー党員4人が助釈されるところを、ハービーも加わることとなった。そして、ハービーは1703年3月23日にイックワースのハービー弾爵に上された。 1714年10月19日、ブリストル伯爵に譲された。1733年、繰上げ直書により、次男ジョンに、ハービー男爵の爵位を譲った。1751年1月20日に死去、長男カーと次男ジョンに先立たれたため、ジョンの長男ジョージが、ブリストル伯爵の爵位を継承した。1688年11月1日、イサベラカーと結婚。 一何二条を設けた。1695年7月25日、エリザベス・フェルトンと再婚、十何六条を設けた。ありがとうございます。